あれもういいっすか。あ、大丈夫です。はい、お願いします。なんかね、詰まるところ今この客層がよくわからなかったので、なんか要点をまとめるとですね、なんか学生クリエイターになりたい若い子と今ここにいるのは保護者様でよろしいですか。私、保護者の方は多分あまりいらっしゃらないと思います。あまりいない、はい、じゃあむしろ何がいるんですか。学校の先生が一部いらっしゃる。学校の先生がいるんだ。はい。ああ、なるほど。そっか、先生なんだ。OK、I got it。つまり、じゃあね、未踏って何って言うと、まあ、多分ね、このどんな人がいるのとか、いくらくれるのとか、何なのっていうのは、あの多分その辺の偉い人が後で説明してくれるんだよね。あ、終わってる。終わってる。ああ、そうなのね。あ、まあ、じゃあ、結局楽しいの大丈夫かしらっていうのが多分問題で、学生さんとしては未踏やったら楽しいか楽しくないかっていうのがすごい重要なのと、多分先生からしたらこれで大丈夫かしら、行かれた人しかいないんじゃないのかっていうのが、まあ、最大の問題なんですけど、まあ、俺から言うと結論は未踏は楽しくて大丈夫だから、まあ、とりあえずね、送ってみるところまではただなので、あの申請書を読む人たちの時給は税金で払われてるけど、まあ、それは気にしないでいいから、とりあえず申請書を送るところまで全員やると。で、まあ、なんか詰まるところね、生徒の説明はしませんので、まあ、楽しそうな人の話を聞いてみようということで僕はきっと呼ばれてると思います。じゃあお話でもしますかね。さて、落合です。こんにちは。普段はですね、あの大学で教壇に立ってるかテレビで芸人をしてるかぐらいしかやることないんですけども、一応肩書きとしてはあのメディアアーティストと名乗っていてですね、あの大人になると肩書きが増えるんですよ。なんかこう最初はメディアアーティストだけで東大の大学院生だったんですけど、いつの間にか大学の先生になって研究室を始めて、で、ピクシーダストっていうアメリカの会社で社長をやってるのと、次世界って会社をこう起業して、こっちはアートとかやってるのかな。あとはバーチャルリアリティコンソーシアム、 VR とかって最近流行ってるじゃないですか。あれのね、民間団体の理事とかやってたりとか、あと学会の運営とかをしてたり、あと電通さんっていう、まあ、広告系の企業があるんですけど、そこでなんか、まあ、コンサルみたいなことやっていたりとかですね。あとは、一番下に書いてありますね、 IPA にてスーパークリエイター。僕が未踏やってたのは今2016年の7年前か、7年前の上期でスーパークリエイターで、あと総務省ってとこがやってるイノベーションっていう授業も、イノーってやつに選ばれています。まあよくわからんということなんですが、わからない人たちにですね、あのムービーを持ってきたんで、これ3分ぐらいでわかる、あの BS 朝日様が作っていただけたムービーなんですけど、あの提供がキューピー一社なので、あのひたすら野菜が出てくると、マヨネーズつけて食べたら美味しそうなものが出てくる間に、つまみとして俺が挟まってる、まあ、ハンバーガーで言ったら俺が肉ですね。この汚いのが俺の研究室です。あ、授業中もよく行くんですけど、ツイッターとかであのシャープ落合でつぶやくとですね、俺が感想を拾いやすいのでお願いします。この時代に動いてるっていうのは、新しいメディアを作ってることなので、メディア装置を作ることこそがメディアアートだと思うので、新しいメディアを作って、その発明によってあの新しい表現をする、そのメディアを作るっていうことによって、あの、まあ、人の心に一体かけるようなものを作る。落合に見据える先にあるものは、これまでとは違う人間とコンピューターの関係性。人間ってほぼコンピューターなんですよ、優秀な。人間の知能はまだ機械に勝ってるけど、計算能力がもう追いつけなくなってきていて、でやがてはコンピューターの方が強くなるけど、果たして人間とコンピューターっていうのはどこが違って、どこがお互いに強いのかっていうのを考えよう。新しいこと、変わらないセオリー。子供の頃から好奇心旺盛、現在20代の若さながら筑波大学助教として研究室を構える。まあ、よくやってることはよくわからないんだが、それがきっと人類に及ぼす影響は計り知れないので、それはまあ価値があるから、そういうのでどうやってすげえものを作るかっていうのが重要です。研究と実験を重ね、魔法のような装置を次々と生み出し、世の中を変えていく。フレッシュベシス、その先は。人間とコンピューターって多分ほとんど区別がつかなくなっていくので、人工物と自然物を混じり合った世界において、何が自然なのかってごちゃ混ぜにミックスした先に、ちゃんと哲学を持ってアウトプットするっていうのは、まだなかなか世代としてはあのやってる人がいないから、そこをどんどんやっていきたいなと思います。はい、そう思ってる落合です。よろしくお願いします。よいしょ、これかけるのか、かけるじゃん。
なんかね、かなりうさんくさい人に見えるんですけど、まあ、うさんくさいのはうさんくさいんだが、最近もらった大きな賞はワールドテクノロジーアワードっていうのをもらって、これよく見るとですね、ここにゴードン・ムーアとか入ってて、ゴードン・ムーアってインテルって会社 の社長なんですけど、まあ、偉いんですよ。修二中村ってこの人ノーベル賞もらった LED の人なんですが、なんかこの並びに陽一落合だからね、意味わかんないよね。だってさ、コーポレートとかアップルコンピューターとかヒューレット・ポッカードの社長とか、なんかね、あのグーグルのセルゲイ・ブリンとかもらってたんだけど、あ、この中でね、忘れちゃいけないのは、この、ジェニファー・ダウドナさんは絶対ノーベル賞を取るから覚えておくといいですよ、これ。クリスパー・キャス9。まあいいんだ。まあいいんだ。俺、普段何してるかっていうと、大体大学で実験してます。レーザーをぶっ放してることが最近多くて、去年から今年上半期の興味はプラズマです。プラズマ物理、オプティカルプラズマ、フェムトビオプラズマってやつなんだけど、まあ、プラズマの話をしてもですね、まあ、永遠にわからないと思うんですが、大学に入ってプラズマとコンピューターを同時にやると、きっと面白いコンピューターグラフィックスが書けるようになるので、ぜひ皆さん大学の専攻はですね、プラズマをやる研究室に入ってくれるとすごいいいかなと思います。で、それ以外のこととしては、まあ大体がなんだろう、メディアアーティストをしてるので、企業とコラボしたりとか、あとは、まあ、セカオワさんの演出のお手伝いをしたりとか、こういうのをやってます。セカオワさんってセルフ演出なんですけど、演出をこうやりたいっていうのに、じゃあ僕はテクノロジーの方を提供して、こんなの作ったら面白いんじゃないですかって言って、回転するシャンデリア作ったりとか、なんか人が消える絵画作ったりとか、こんなのやったりします。現場仕事も多いです。あとはですね、まあ、のんぺりさんとか、例えばそういうところとコラボして作品作ったりとかいうこともあります。これ何してるかっていうとですね、上からフェムトビオレーザーっていう、これナノビオか、ナノビオレーザーをこうやって打つと、ここにね、ホログラムとか、あとはこのあれを振って作るやつで、炭酸で絵が描けるんだよね。炭酸ってさ、一様にポテンシャルが分布してるじゃん。あって言っても中学生には分かんないかな、分かんないんだけど、炭酸って中にさ、箸突っ込んで描きますと炭酸出てくるでしょ。あれは外からなんかエネルギーが加わったりとか乱されたりすると泡になるのよ。で、そこにレーザーをこう打ち込んでやったら、まあなんか炭酸の中に絵描けそうだよねっていうのをやってました。ただね、これ炭酸抜けると描けないのは想像つくじゃん。で、ドンペリってさ、1本5万円とかするから、これ1時間運用すると35万ぐらいかかるんだよね。高いよね。だってさ、これレッドブルにしましょうよ、安いからって言ったら、いや、うちはドンペリなのでドンペリ使いますって言うんだもん。仕方ないじゃんね。で、あとは僕もガンダムが好きなので、富野監督とトークショーをしたりとかですね、そんな風にやってきてます。みんな知らないかもしれないですけど、このおっさんがガンダム作った人だからね、頭に G って書いてあるでしょ、ほら。ね、ガンダム作った、はい、で、こんなんやったりしてます。で、最近ね、日本でも随分取り上げるいただくようになったので、まあ、楽しくやってますが、まあ、今日も TBS でサンジャポに出てこのまま来ましたけど、こんな感じで今楽しくやってます。で、俺は何をやってるかというと、俺のテーマは100年ぐらいのテーマで動いてるから、俺が死ぬ前に実現したいことはですね、我々って19世紀以降、この映像っていうパラダイムに縛られすぎて生きてるんですよ。だから映像からどうやって二次元平面からこの地上に出てくるかとか、どうやったらみんなで同じ一つのことを考えないで生きていけるかってことを考えてるのね。要は偉い人が言ってることは偉いし、教科書に載ってることは教科書に載ってることだと思うかもしれないけど、そんなの全部嘘っぱちだから、自由に生きたいっていうわけです。で、そうするためにコンピューターを使おうと思ってるわけだ。で、簡単に言うと、1937年、君たちのおじいちゃんおばあちゃんが生まれたぐらいの時代に、こいつ誰だっけ、クロード・シャノン先生ですね。クロード・シャノン知ってる人、あんまいない。シャノンの標本化定理とか知らなきゃ DTM とかやる資格ねえと思うんだけど、まあいいや。シャノンっていう人がデジタル計算機っていうのがあれ面白いですよっていうのを修士論文で書いたんです。この論文実際読んでみると、なんかこうスイッチとかなんかね、普通に出てきて、こっちが0で、じゃあ閉じると1だからとかいうのがこう出てきたりして、まあ、すごく、スイッチってわかる？電気がこうカチャッとついてるやつですね。開いてるとさ、電圧かかんないから、まあこれ0で、閉じてると1とすると、これで計算解けるよってしたのが、まあかれこれ80年ぐらい前です。で、かれこれ80年前にデジタル計算機ができたっていうことは、俺たちってまだ計算機出てから100年経ってないわけですよね。まあすごく面白い世代だなと思います。で、コンピューターがこんな風にプロのツールとして使われるようになったのは、まあ、60年代のことで、この人アイバン・サザロンドというコンピューターグラフィックスの父親みたいな人なんだけど、さっきのクロード・シャノンの教え子です。最初コンピューターっていうのは戦争の道具として出てきて、そしてコンピューターグラフィックスとかお医者さんのためのツールとか、まあ、プロのためのツールになっていくわけですよ。仕事で使おうと思うわけ。でもこのコンピューターグラフィックスっていうのが生まれると、例えば芸術だとかエンターテインメントだとかに使えるんじゃないのって出てくると。で、その後出てきたのが、まあ、例えばアラン・ケイって人で72年。君たち今 iPhone とか iPad とかタブレットとかみんな使ってると思うけど、パーソナルコンピューターっていう概念がこう出てきたのは72年ぐらいのことなんですよ。じゃあきっとこの A4 サイズぐらいのコンピューターがあれば、なんか子供がこう絵描くのとかプログラミングするのとかに使えんじゃねえのっていうぶっ飛んだ発想が、43年ぐらいすると今この光景を作り出してるわけだ。だってさ、当時のこのコンピューターって多分今の価格だと4、5000万ぐらいするのよ。高いじゃん。
で、何のために作るんですかって言って、いや子供がこれで遊ぶんですよって言ったら納得できないよね。何を言ってんだこいつだって思うけど、でもそのくらいの情熱があるとですね、いつの間にかこうやって普及してみんながこうやって使うようになるわけです。つまり未踏事業っていうのはそういうような人を育てるための事業です。だから税金のことも国のことも世界のことも考えないでいいから、君の猛烈な情熱で世界をどうやっておかしくしていくかを考えてください。わかりますか？わかりますか？今ので PM とかにそんなの流行らないよって言われたらそれは嘘です。あんたたち旧世代にはわからないんだろうな俺の崇高な考えはって言ってやればいいんです。わかりますか？で、まあ、そういう考えを示すっていうのはコンピューター研究においてすごい重要なことで、例えば1991年、マーク・ワイザーって人が、The Computer for 21st Century って論文を書くんですけど、この24年前か25年前ですね。で、このさ、様子って今まさにここじゃない？だってここにスクリーンがあってさ、みんなスクリーン見てさ、なんか考えててさ、で、人によってはパソコン使ってるし、人によってはメモ取ってるしさ、で、そんな風にコンピューターっていうのが自然に社会に入っていくんじゃないかって言われてたわけです。でもそれを支えるのは高度に発達した無線網が重要で、で、そうなっていくと21世紀っていうのはそんな風になっていくんじゃないのっていうのが、まあ、24年前に言われてるわけ。だからアプリとか今作っててももう古いんだよ。どう考えたって思うじゃん。ね、でだからさ、こういうマルチメディアのテクノロジーっていうのはここ24年間だけでもう十分に成熟してきたので、まあ、ビジネスやる人は今ですよ。今売らないとダメですよ。でも研究とかもっと未来のことをぶちまけてやりたいっていう人はここより先のことをどうか考えて未踏にサブミットしてください。で、僕なりのここには答えはあって、まあ、僕の答えは君たちには一人一人別々の答えがあると思うんだけど、俺はこの時間とか空間っていう方向に興味があるから、例えば目で見るのはハイビジョンで今画面見えるじゃん。で、1秒間に60回画面が切り替わる。それでオーディオの方も1秒間に、まあ、22.1kHz、 22,000Hz まで人間は耳で聞こえるから、あ、こういうの高校とかでやるよね。なんかこうなんか波があって、これが何回、これが1秒間に22,000回ぐらいまでなら人間は耳で聞き取れるから、聴覚検査とかでキーってやるじゃん。あれあれ、あのくらいまで聞こえるってこと。で、そうするとさ、解像度っていうのは人間の生首で決まってるわけですよ。で、これってなんか変な話で、テレビっていうのが俺が嫌いなのはって言って自分がテレビ出てるのすごい面白いんだけど、これね、映像の時代のなんか問題点っていうのは、テレビのそれ自体が、まあ、人間の写像だったってことです。つまり人間の目の特徴を画面にして、人間の耳の特徴をスピーカーで出してるんですよ。それって一家に一台生首置いてるようなもんで、これ非常に気持ちが悪い。俺は嫌いなんだ。で、それをどうやって超えていくかっていうのが極めてキーワードで、それには俺はすごい強度が強いとか、すごい高解像度であるとか、すごく三次元的な音波の合成とか光の合成とかをするってことに興味があります。で、それをするために、まあ、例えば超高エネルギーの、プラズマを使って3次元に映像を描いたり、3次元にタッチパネルを作り出したりみたいな、物質のないコンピューターってどうやって作るんだろうっていうことに妙に興味があります。今さ、コンピューターって言うとみんなイメージするのなんか物体じゃん。こう四角くてさ、例えばなんかまあキーボードついてるとかだけど、こういうものそのものがなんか光とか波とかで空中に作られるようになるような時代をイメージしてやっています。で、そうするとさ、例えば、お、行っちゃった、 戻ってよ。例えばさ、例えばちょっと待ってね、これ書いたやつ保存されるな。まあ、例えば今のは光で作ってたけど、こう物が空中に浮くやつもこれ音で作ったホログラムなんですよ。つまり光をさ、対象のところに集めて計算して集めるみたいなやつと音を集めるっていうのは計算上は一緒なの。コンピューターからしたらプログラム書いた人がことがある人なら分かるけど、ラムダイコール8ミリって置いてるか、ラムダイコール700ナノメートルって置いてるかの違いであって、コンピューターをやってる人間からすれば個々の物理現象についてはまあ同じだと、計算上は一緒。じゃあ計算上一緒だけどうまく当てはまらないところは物理のことを勉強しながら頑張ろうっていうのが、まあ、基本的な僕のスタンスです。で、まあ、何がブレイクするかって言ったら、1970年代っていうのはこういうような数式をどう証明するかっていうのがすごいキーワードだった。要は1個の装置を使って物が浮くことを確かめてたんだけど、1個の装置じゃなくてそれをめちゃくちゃ細かく分割してやったら、これってコンピューターのシミュレーション通りに動くんじゃないのっていうのが今の時代の面白いところです。つまりコンピューターで予想されるボンバみたいなのを作って、それをじゃあ実際に生成される機械を作ってみようっていうのが今の時代性です。そうするとさ、やがて身の回りにあるものとかがさ、自由に動き出すような世界とか想像つくじゃない？わかんないけど、今までさ、電化製品とか作るときは動くソロバンを作ってたの。そうじゃなくて、ソロバンでも何でも動く部屋っていうのがあったら、それって人間とさ、コンピューターのプログラミングの関係って変わるよね。だって例えばオブジェクトがあってさ、オブジェクトドットムーブってあらゆるものに記述できれば動くでしょ。で、そんな風な部屋がないから俺たちはわざわざロボット使って動かしてるわけだよ。そういうのはなんか変なので、そういうのを実現するような世界を作りたいっていうのが俺の目標です。つまり1985年や91年バーチャルリアリティ、オーグメンテッドリアリティっていう言葉が提唱されてきたけど、このなんでバーチャルでなんでオーグメンテッドなのかって言ったら、リアリティの方がコンピューターにとってあまりに強大で敵だったからですよ。
そこに情報をくっつけたりとか、そこ新しい現実をコンピューターの中に見ることをしなければ、情報っていうのはこの物理世界に対してあまりに無力だったんだ。ただ今のコンピューターの世界を考えると、ここ自体がコントロールできるようになってるから、それが極めて面白いんだよねっていうのが、まあ、僕らの時代の、まあ、僕が28歳、君たち多分14歳か何歳、30年したら君たち40歳、僕58歳、あんま変わんないですよきっと。で僕らの世代は多分そっち側をやんないといけないの。でそれをやろうっていうのが、まあ、毎日考えていきます。だってさ、なんかスマホでさ、アマゾンでなんか調べて買うとかいうより、手に勝手に飛んできてくれる世界の方が面白いじゃないですか。宇宙とか行ったら絶対そうなる。で今重力上だから誰か俺を小馬鹿にするかもしれないが、あと300年したら絶対俺の方が正しいと思うんだよね。同意が得られない、まあいいや、まあ、そんなことばっかり考えて生きてるだけど、でなんかただ思いつきでやってるわけじゃなくて、基本的には80年代に使われたコンピュータージェネレートホログラムっていう概念があって、何かっていうと、まあ、フーリー変換って習わないな小中高だと、まずね、ならないね、まあ、要は対象の画像をどういう波の重ね合わせで表せるかっていうようなことを考えて、それを光で作るか音で作るかは、まあ、一緒なの。計算式は全く一緒で、だけど出し方が違うから、動き方が違うよっていうようなものを、まあ、片っ端から作ってると。でそんなことをやってるから、最近はデジタルネイチャーって研究室を始めたんだけど、なんかちょっと冷静に考えてみろと。プログラムから見たらアナログのレンズ、僕らが目で見ているような、目を使ってるようなとかテレビで使ってるようなレンズっていうのと、世の中にあるこのデジタル制御機、デジタル制御で作られるようなそういう光を集めたりとか音を集めたりする装置っていうのは、本質的には同じようなことしてるんじゃないか。だからコンピューターの目線から見たら、我々ってアナログなものを使おうがデジタルなものを使おうがほぼ一緒だから、そういうような世界でどうやって生きていこうっていうのを、まあ、広い目線で200年後を見ながら考えています。でだからさ、音をさこう扱ってもさ、光を扱っても、例えば触ってインタラクティブにする光とかどうやって作るのとか、例えば GUI の代わりに新しいインタラクティブなプラズマってどうやって作るのみたいなことを、まあ、毎日考えながら生きてると。でそうするとさ、キーボードとかさ、マウスとかさ、ボタンとかさ、あとタブレットとか、なんか触って動くものをさ、3次元中に自由に作ることができれば、それってきっと未来のインターフェースとかオグメテッドリアリティとかには使えるんじゃないのみたいなことを、まあ、考えているわけです。でね、そうしてくると面白いなと思うのは、なんか僕は映像と物質っていうことに妙に地図があって、まあ、映像は映像、物質は物質じゃん、この世界で。まあ、この画面の中のものは画面の中のもので、この物質は物質なんだけど、物質で振る舞う、物質、言えないな、物質として振る舞うような映像をどうやって作るかっていうのが、すごい重要だと俺は思うわけです。つまり、あたかも物質なんだけど、映像みたいなもの、すぐ消えるけど、そこに確かにあるものっていうのをどうやって作るかってことを、まあ、四六時中考えてる。時間とか空間とかの中にそういうものをどうやって作るか、そういう機能をどうやって作るかってことを、あでもデータではこんなもんだよなっていうのを考えながらこうやってるというわけです。でそういうような、まあ熱量があって、まあ要は昔からあるじゃん、ロボットとか 3D プリンターとかさ、まあ30年ぐらい、40年50年ぐらい前からあって、でアニメなんて要は1850年代ぐらいからあるんだから、その間に物質でも画面でもないものっていうのをきっと作り出せるんじゃないかなっていうところを、まあ、俺は俺で攻めまくってるという感じですね。まあ、そのためにコンピューターシミュレーションを使って、まあ、C プラとかで書くんだけど、 C プラで書いて、そして物がこうなんか形作って、そんなようなね、なんかピクセルじゃなくてピクシーみたいな、なんかこう画面を飛び出して実体になるようなものをどうやって作るかってことだけを考えて、20年間は生きてないな、10年間ぐらいやってるといつの間にかですね、なんか研究者になってるって感じでした。でうちデジタルネイチャーって研究室やってるんですけど、やがてデジタルとアナログってほぼ区別がつかなくなって、このシマウマ見てるとさ、目が白黒してくるじゃん。で白いところがデジタルで黒いところがアナログって言われても、多分もうその後ぐらいには黒いところデジタルで白いところアナログになってるかもしれないし、まあ、混ざり合っちゃったらもうどっちがどっちだかなってどうでもいいから、コンピューターで扱えることを最大限自由にするようにものを作っていくのが一番面白いんじゃないかなと思うわけです。でそれが映像から魔法へっていうペアラダイムで、映像の時代っていうのはね、一つの画面をみんなで見てたんだよ。ここの映画館の中でさ、走り回ってたら殺されるじゃんきっと。だけど今の時代っていうのはそうじゃなくて、一人一人が別々なものを作ってていい時代だから、現実に操作するものを作ろう。そしてコンピューターだなんだっていうのは言い訳にしか過ぎないので、何が起こるかは、何を使うかは関係なくて、何が起こるかで勝負しよう。そしてその中でまあ、この虚構のない世界でどうやって生きていくかってことを考えながらものを作ろうっていうのをやってます。さて、じゃあ最後5分ぐらいなので、なんか未踏ハードウェアになりそうなネタをもろもろ持ってきてたんですけど、これフランク・ゲイリーって人が建てた、ディズニーのコンサートホールなんだけど、これさ、だってめちゃくちゃな形、ガキンチョがイラストで描いたみたいじゃん。まあ実際これ手で描いてるんだけど、手で描いたやつをコンピューター
の構造計算もなきゃこんなん立たないっすよ、ね、子供が書いてあるととんでもないことしてるからね。でそういうようなのを作るっていうのもまあ十分未踏になるわけです。なんで未踏ハードウェアっていうのは、まあ、要はなんで発生したかっていうと、あのコンピューターグラフィックスっていうのはもう何でもできるんですよ今もう。だから画面の中だと何でも書けるのね。だけど、あ、これ C グラフっていう国際会議の、トレーナーなんだけど、大抵のリアリスティックなものや大抵のアニメーション的なものはコンピューターの中に作れるような時代になったの。だけど次に克服しないといけないのはこの物理世界そのものだから、どうやって例えば 3D プリンターでものを作っていくのとか、どうやってじゃあ、物質でもアニメでもないものを作るのみたいなものや、まあ、そういうものがね多分今ホットだと思うんですよね俺で。まあ、そういうようなことをやっていくと、あのやがては例えばこれ MIT の友達の研究なんだけど、あの葉っぱが震えてる動画があって音は入ってないんだけど画面の情報だけから音を復元するとか、こういうのやったりとかさ、まあ、物理現象にあるあらゆる関係性をどうやって、再生し返すかみたいなことが結構面白いテーマだと思うわけですよね。で、まあ、そんなのやってると、まあ、世の中に面白いものもいっぱいあって、例えば昔からあるこのクルクル回して騙し絵みたいに 3D が動いて見えるやつもさ、 3D プリンターの動画をさ、違う逆だ、 3D の動画を 3D プリンターで出力して物体としてアニメーションを作るとかだったら面白いじゃん、なんかこういうのとか。なんか要はさ、あの今までソフトウェアでできてきたことをなんでハードウェアでできたいのかっていう考え方は結構面白くて、だからまあ現実にそういうものをこうボリボリ作っていくのは楽しいと思いますよ。でこれ俺これ出た時に 3DCG クリエイターってあの CD にさ、あのなんだシリアルナンバー振ってこれ10枚しか作んないから100万円で買ってって売り方しかできないんだけど、こういうなんか物体になってると物として売れるじゃん、美術館とかに買ってもらえるじゃん。でそういうような風な世の中になっていくとさ、まあ、あのアナログデータもフィジカルデータもほぼ変わらなくなってくるので、まあ、こういうような面白いものって世の中にどんどん増えていくと思うからさ、あのそういうのを未踏でやろうよって言って大人に止められても、いやこれは重要だからってちゃんと解き伏せてください。まあ、コンテンツはこういまいちだよ、赤ん坊を窓から投げ捨てるとか無知で打つとかだからね。まあ、こういうのはありますね。まあほらディズニーもさ、ちゃんと回るコマとかこういうの作ったりしてるし、まあ、あらゆるものはこう物質になっていくわけです。まあ、あとルワンダの腕のない子に 3D プリンターで義手を作るプロジェクトとか、まあ、いろんなものが、ウェブ上を探せば出てくるから、まあ、なんかデータじゃなくて物体、アプリじゃなくて、体験を意識してものを作ってくれるとすごいいいなと思います。で、まあ、そうだね、まあ、メディアアートでキラキラ光るとか、まあ、こういうこの頃のなんかいろんなことやってんだけど、まあ、どうでもいいや。で最後ちょっとまとめがあってね、なんか大人になると忙しくなります。で、俺例えばさ、この日大学休暇の、大学休みなのね、有給で。で有給で休みなんだけど、朝さ、なんかうまくあのスポンサー回ったりさ、あのテレビで、あ、ラジオ出たりさ、ここテレビの収録あったり、ラジオ放送あったり、この辺打ち合わせあったり、ここマイクロソフトここに来てたりとかさ、なんかもうやばいんだよ、空いてる時間とかもう5分ぐらいしかないのね。で大人になるととにかく忙しくなるんだ。研究したりとか、まあ、それをあの外に発表することで、あの税金以外のお金をちゃんと研究に使ったりとか、どうやって社会の中であの自分の研究に価値を持たせて回していくかっていうのにはすごい努力とすごい気をつけないといけないことと、あとすごくやらないといけないことが多いんだよね。でもさ、冷静に考えると俺今28なんだけど、君たち多分さ、この辺じゃん、17歳とかじゃん、あ、15歳か分かんないけど、こっから28歳、ここ10年間すげえ重要、水戸は絶対やった方がいいんだけど、絶対やった方がいいんだけど、ここの空いてる時間になんかね、でかいものを作んないと、もうあとはね、社会の歯車として生きていくしかないんですよ。わかる？でかいものを作る、でかいもの。なんかみんなが知ってるびっくりする名刺代わりの作品を1個作れば、なんかあとは話は聞いてもらえる。それで、多分スタートラインに立てる。例えば BBC の一面を飾ったことがあれば、そのリンクとともに、まあ、丸々って社長に話しかけて、俺このくらいのことはやったことあるんだけど、俺の話は変な人じゃないから聞いてっていうことができるわけだ。でそのくらいのことはやろう、とりあえず水戸でやろう、あと10とりあえず全員応募しよう、まあ、そのくらいです。俺が水戸やってたのは2009年なんで、このまだ若い感じですね、クマも深くないんですけど、こんなことやってました。で2010年ぐらいに IPA にいてスーパークリエイターもらって、この後からまあ人生楽しくなったからなんかやろうね。で俺の中でテイクホームメッセージ最後の1個が、世の中には難しいことと簡単なことがあります。それは難易度じゃないです、世の中の需要によって決まります。例えばさ、世の中に痛いとか辛いとか苦しいとかを解決しようと思ってる人はまあそこそこいます。こいつはかなり口当たりが良いです。そして生き残りも厳しくない。なんでかって言ったら、〇〇さんが死んじゃうのを止めようと思いますって、それは大義名分が立つでしょ。〇〇さん痛いっていうか、なんとか取り除いてやろうと。この中で一番大義名分が立たないのは、楽しい美しいワクワクするものです。ねえ、あのさ、ここに1億円のレーザーぶっ放したら綺麗だと思わないって言って、誰も賛同してくれないじゃんね、多分ね。だけどそこで生き残るのは難しいけど、難易度が高いことをやろう、若いんだから。だってそしたらさ、下げてきゃいいじゃん、不便解決するか弱者守るか、こうやって下げてきゃいいじゃん。一番さ、誰にも同意されないことをやろうよ。それがね、多分若いうちの特権だから。
でそこに突っ込んで、まあなんかこう段階別にやっていけばいいってと思うので、ぜひなんかぶっ飛んだ提案を水戸に送ってください。でまあそういうのがね、まあいろいろあるけど、今までアプリの時代じゃなかった先生たちがアプリのことを判断したりとか、コンピューターの時代じゃなかった人がコンピューターのことを判断したりするので、君たちの提案はぶっ飛びすぎてると受け入れられないかもしれないが、そういう時は喝を入れて、まあ、ちゃんと通してください、聞きましょう。で俺の中でキーワードは、これ難しいな、分かんないけど、今は SNS の時代だが、やがて VR でコミュニケーションしたりとか、ものづくりからことづくりに変わったりとかね、やがて今度は魔法的個人体験になったりとかするんで、まあ、こんな風に、これ分かんないな、まあ、そんな風にね、世の中の流れっていうのを考えながら、2025年のことを考えてものを作っていってください。よろしくお願いします。何かな、あ、魔法の席って本が売ってます、宣伝です。僕が言ってた今の流れのこの本買ってくれるですね、うちの研究費になるので、ぜひよろしくお願いします。てなわけで、はい、何か質問あればどうぞ。はい、何か質問ありますか。情報量多めなんで、はい、理解できない人はいいです、理解できなくて。あとでこれオンラインで公開するんで、あ、3週ぐらい見れば、3週ぐらい見れば大丈夫、うん。何か質問ありますか。あんまりこんなチャンスもないですよ皆さん。ないね。テレビに出てるときは優しく喋るけど、普通にいるときは優しく喋んないからね。今日もあってね、サンジャポもね。サンジャポではゆっくり喋ってますから。はい。あ、太田さん面白いですね。一応中継入ってるから。はい。今朝サンジャポで見たんですけれども、服はなんかデジタルカラーだって。あ、デジタルカラーです。はい。今日白いのないんだよな。なんか、うん、白く、あ、でも iPad 白いよ、これ。あ、なんですけれども、落合さんが目指す未来は、うん、デジタルカラー一色じゃなくて、そこに他の色とかを混ぜ合わせた、アナログとデジタルが融合した社会だと思うので、デジタルカラーの服っていうのは、なんか落合さんの、俺ね、そこではコンピューターになってたいんだよね。俺人間じゃないから。そうなんですか。大丈夫。それ大丈夫ですか。いや、俺人間性捧げすぎてコンピューターになってるもん、そんな感じになったら。ねえ。いいじゃんね、人間型コンピューターなんで、あと愛してあげて。人生で一番どこで一番人生変わったっていう、その、あ、変わった瞬間、俺ね、大学1年生の時普通にマスコミで働くと思ってたんだよね。テレビとか作ると思ってたんだけど、なんか小学館で働いてたら、なんか毎週同じもの作るの嫌だなと思ったので、いろんな職業を調べていくと、なんかね、ビジネスフレームが決まってるところは、なんか一生にかけて同じもの作らされる気配が漂ってんだよ。車メーカーに就職したら車作らされるじゃん、当たり前なんだけどさ。テレビ制作会社に行ったらテレビ作らされるじゃん。で、俺はテレビ作った次の週は車作りたいんだよね。わかる？で、だから研究者になっちゃったんだけど、なんかそんな感じで、18歳19歳の時にインターンしたりとか学会見に行ってたら、あ、なんか研究っていうのは自由だな、特にコンピューターっていうのは、そのうちコンピューターって専門分野がなくなって、いろんな分野の間に溶けていくから、なんかいろんなことできるだろうなと思って今のポジションになりました。はい、あと、もう一ついいですか。いいよ。あと、ちょっと失礼なんですけど、まあ、いい意味で落合さんって普通じゃないじゃないですか。そうな、で、その原動力っていうのはどこから。わかんない、俺コンピューター好きなんだよね。俺がコンピューターになりたいもんね。わかんない、なんかわかんないけど、14歳の時の情熱を今でもなんか持ってます。で、富野さんと話してた時も、まあ、14歳の熱量すげえ重要だから、それを忘れないようにうまく大人になる方法を考えたいよねっていうことがあって、はい、はい、まあ、中二感溢れてるんです。はい、ありがとうございます。ニコ生から1個拾いますね。はい、ちょっと答えあれですけど、プログラミングって今後も重要ですか。あ、それはね、難しい問題だな。実際はフレームワークがもっと増えていくから、プログラミングの高速化とかの処理を本職でやる人は生き残っていけるけど、その中間やってた人たちどんどん厳しくなっていくと思うんだよね。例えばさ、こんな内部の話しちゃうから MS バとか言っちゃったんだけど、例えば FPGA とかかけないともうインターン取らないみたいなことを言われたのね。で、 FPGA とか、いや、要はさ、低レイヤーやってる人いるじゃん、低レイヤーで、低レイヤーさ、やってる人もはどんどん低レイヤーになっていくし、上レイヤーやってる人はもうなんかさ、わかんないけど、マウスで線1本引いただけでなんか物動いたりするぐらいのコードは自動生成されるじゃない、簡単に考えて。だから、もうほとんどパワポを作るぐらいのノリで GUI 作れるようになっちゃうから、プログラマーは別にそんなにそこの上の方はいらないと思うんだよね。だって、パワポってプログラミングだと思わない？
だってボタンを押したら次のやつになって、ボタンを押したら次のやつになって戻ってなるじゃん。でこれってプログラミングに他ならなくて、どんなおじいちゃんでも作れてるじゃん今。でこのようにプログラム言語が書けないことの方が問題なんだよね。そうじゃないじゃん。だってあのなんだ小学校のさ運動会のプログラムさ、なんかもう分かんないけどおじいちゃんおばあちゃんがよぼよぼながら書いてるじゃんね、小学校の先生とかね、こうもりもりとね。あ、いますか小学校の先生、すいませんね。やばい。まあなんかでもあのパソコンとか全然分かんない人が書いてたりするじゃん、そういうの。それがプログラムだよ。なんか対象をどうやってあのなんか分かんないけどあの線表で書けるかとかさ、そういうようなことであって、あの言語仕様を覚えることとは違うんだよね。それよかあのもっと専門性のあるところとコンピューターの自由さっていうのをつなげるところにいた方がいいと思います。だから大学でね数学と物理をやっといた方がいいよ。あとは生物、英語いらない。英語ね多分ね10年以内にね大丈夫だと思う。大丈夫だと思う、信じて。スカイプとか大丈夫だから宣伝ですね。はい、あと他に質問ありますか。あの未来が怖くて寝れないみたいなことってありますか。もう面白い質問だね。ちっちゃい頃死ぬのが怖くて寝れなかったことはあったけどね。ただ俺さ寝るときに自分って一回リセットされてると思っててさ、なんかもう大丈夫だと思うんだよね。なんだっけ、スワンプマン問題って言うんだけど、こういうのちょっと後でググってみて。寝てる。あんま寝てないかな今日収録が朝7時集合なんだよサンジャポって。他に何か質問。はい、どうぞ。どういう視点から新しいアイデアとか発想を生み出す。ああ、それね、いいあれだな。俺はデジタルになったらあの文化っていうのは変わると思っていて、であのまあ文なんていうかな、新しいアイデアの半分は説得だから、つまりそれを受け入れられる人に受け入れられるインターフェースで提供できるかどうかなんだよね大体が。でまあそこまでは前提として置いたところで、あの例えばさスマホが普及したらさ、まあ、あらゆるところにあの液晶ディスプレイが置かれるっていうような話ともまたちょっと違うじゃん。なんか要はあのデジタルになったら本質的には文化はどう変わるかとか、本質的にじゃあ車輪ってどうなるのとか、なんか一つの決められた現象に関してあのコンピューター的な目線で考えるのすげえ重要だと思ったの。ちょっとね分かりにくいかもしれないんだけど、あのコンピューターだったらこんなことしないってものが世の中にいっぱいあるよね。なんかなんでこんなことしてんだろうみたいな。だってコンビニにレジがある理由今でも不明なんだけど、あと改札がある理由もわからないじゃん。万引きされるからあるんだけど、万引きがされないコンビニがあったらされないじゃない。で改札は全員の動きをカメラで撮ってれば本当は大丈夫なはずなのに、なんでパスモなんて未だに押してんだろうって思うじゃない。でなんかそういうようなものがいっぱいある。で大体はなんでそんなのが全盛期にできたかっていうと、人間がコンピューターの代わりに働いていたので、人間の食い縁っていうのは限られてるから、あの人間を置ける場所をなるべくちっちゃくして狭くして、そこを通過させるようにしてるんだよね。高速の料金所もそうだし、あの改札もそうだし、あらゆるとこもそうで、その文化をなぜか今は電子化しただけなんだ世の中って。でそこをじゃあコンピューター化するならそもそもそれなくてもいいよねみたいなことをいろいろ探して考えてる。ちょっとね今の長いけど、でも あれで繰り返し見て、はい、あと1個2個、はい、質問いけますが、全然専門の誰かいらっしゃいますか。はい、全然個人的な興味なんですけど、未踏に採択される前ってどんな感じでしたか。未踏に採択される前はね、1年ぐらいあの工学システムっていう学部の研究室にいましたね。なんか物作ったりしてましたよ。でなんでそんなことしてたかっていうと、なんだっけな、そうだからマスコミで就職したくないなと思って、何やるのか楽しいのかなと思って先生に聞いたら、研究面白いと思うよって言って、研究やってみたらって言って、研究やってみたら研究面白いなと思ったんですよね。ありがとうございます。プログラムの勉強してたと思う、多分 FPGA 書けるようになったのもそこ、 ARM 書けるようになったのもそこですね。じゃあラスト、はい、僕ら学生は大半を学校で過ごしてるんですけど、そうだよね、その学校の、まあ、個人的にはもう一部の教科はもう使わないし、未来大人になって使うこともないし、だろうし、まあ、使う人は使うんだろうけど、それで帰ってからやっても大した時間がなくて、そうだね、学校についてどうかな。それはね俺もすんごい思うんだけど、じゃあね、プログラムで書いて、全部テストとか出せるんだったらそれでいいじゃない。
俺はうちの学生にそれを優遇していて、レポートを例えばクラウドソーシングに投げて回答返ってくるんだったらそれはそれでいいと思うよみたいな。でそれあとプログラム書くなら、書いて例えば数学の問題解けるならそれはそれでいいと思う。だけどプログラムに解けなそうなところは絶対にやっといた方がいいと思うな。なんかあとに人間の歴史とかは覚えといた方がいいと思う気がする。あとの歴史なんかね、世界史見てるとなんかコンピューター業界で起こってることは大抵ギリシャ時代に起こってるから、そういうようなことをねなんかちょっと思うといいと思うけど、でも高校までの勉強であんま無駄になるようなことってそんなないんだけど、要は時間効率の問題なんで、なんか e ラーニングで半分やったからあとは寝てるみたいなスタンスがいいんじゃないですかね。なんかいつ当てられても答えられるけどなんか寝てるみたいな感じのスタンスでやってってもいいと思うよ。別に内申なんて関係ないよ、入試突破すればね、余裕だよね。はい、ありがとうございました。では最後皆さん拍手で終わりましょう。ありがとうございました。